星野千一さんとの思い出。まあやっぱり星野監督との思い出ということにね、ええー、この時間ちょっと伺いたいと思いますけどもね。そうですね。うんうん、まあいろんなところで、まあ星野さんとのね、監督との思い出話っていうのはちょいちょいしてますので、はいうん、まああんまりしたことがない話ということでちょっと考えてみましたら、はいえー、まあこの88年もまずまず自分ではやれた年なんですけども、 実は、つ次の89年が僕、キャリア範囲なんですよ。この年に、89年26本のホームラン。ええ。一番多いホームランですね。ちょっと勘違いした年でしたけども。自分自身でね。いや、一番バッター26本打てば、そはもう勘違いしてもいいですよね。俺、オールスターまで18本打ったんですよ、僕。え勘違いする、したんですよ、ますよね。まあちょっとそんな思い出もあるんですが。で、あの、 ついついやっぱちょっと振り回し気味になってることが多くてですね。あえー、まあ打順が一番ですから、えー、まあ僕の持論ですけど、一番バッターって初回だけは一番バッターですけど、えー、あの試合始まってしまえば一番じゃないって勝手に自分で思ってましたから、えー まあ、クリーンアップのような気持ちで僕はやってたんですけども。えー、で、特にこの頃って、あの、まゆみやきのぶさんがね、はい、あの、一番バッターで30本打ったのが、そうなんもうあの、85年の優勝の時で,で。ものすごくそれに憧れてましたから。はい、ね。うん,うん。なんとか30本までっていうのもあったんですけど、はいえー、まあ、そういう子をやってる時に、ある試合で、まあ、金沢だったと思うんですけども、はい、その試合も、まあ、ホームランをいきなり先頭で打って、えー 気分よかったんですね。それはいいでしょう。ね。で、まあ、2打席目が回ってた時に、まあ、同じようにこう、強引に、またリフトスタンドにね、放り込んでやろうと。もう2打席連発行こうと。っていうような感じで言ったら、もうとんでもないボールを振って、ファーストフライだったんですよ。その時にすごく怒られまして、ベンチで。だからまあ、調子に乗るなと。ホームランを打った次の打席で、そのボンダが、もう監督としては気に入らなかった。気に入らない。それではあかんと。で、次の打席、 ちょっと、まあ、反省して、普通に言ったらまたホームランだったんですよ。二本目二本目です。はい。ただまた緩んだんですね、頭の中でね。同じ試合の中で。いやー。で、四打席目が回ってくるじゃないですか。また行くでしょ。はい。今ショートゴロス。また怒られましたね。あの、一試合で二本のホームランを打って、なおかつ二度怒られる人って、そうはいないと思う。それも同じことで怒られてるんですもんね。 <laughs> いやまあ試合は確か勝ったと思いますから、そんなにひどくは怒られてませんけども。<laughs> いやもうそれどころかヒーローインタビューでしょ。うん。まあね。ね僕ちょっと半分地元なんで、カラーザーなんて。でちょっと気分も良かったんですけどね。はい ちょっとでも、そういうが、納得できない部分もあったんですよ。なんで壊れるんかなっていう。まあ確かにね。俺、日本売ってるんだぜ、みたいなこともあったんですけども。うん、そら、二つに一回は凡退もするわと。うん、五割じゃないか、今日は。えー、<laughs> うん。いや、まあ、淡白ですからね、その回ね、バッティングが。<laughs> うん、まあ、ほんと、決して一番バッターっぽくなかったので。ああ<ー>。まあ、それも半分僕、勝手な自分のあれですけども。えー、まあ、それが俺の魅力なんだと。はい。 勝手に思ってましたので。<ー>うん。まあ、それだから、あの、本州の監督は俺を一番バッターで使ってくれてるんだと、思い込んでました、ね。もう、どうか間違うともう、初回戦闘を出しホームランも、僕こ打つよという、はい、そういう一番像、うん。だと思ってましたから。ね、まあまあ、それは崩し、うん、今でもそう思ってるんですけど。はい、まあ、ある日ですね、そういうことがあって、あのー、インタビュー受け、受けたときに、はい え、ホームラン、ああ、ごめんなさい。三振も、やたら三振も多かったんですよ。あ、結局振り回してましたから。はい。だから、三振もボンダム一緒だっていうのが、僕はちょっと発言をしてしまってですね。これね、89年に彦野さん、82の三振。どうかすると100に届こうかという。一番でしょダメですよね。多分ダメなんですよ。多分っていうかダメなんですよ。そんなに三振してはいくらなんでも。フォアボールよりも三振の方が多いでし多いでしょ だから、そんなようなことを言ってたら、それをどっかから、まあ、星野監督がお聞きになったみたいで、試合前のウォーミングアップをやってる時にですね、プラッと寄ってきてですね、いつもなんか冗談を言ったりして、なんか和ましてくれるんですけど、結構真面目な声で、お前、こんなこと言ってたらしいなと、っていうことを言われて、ちょっとびっくりして、はいってったら、あのなって、三振とボンダはが違うやろと。 三振っていうのは、やはりもうことが起きないと。はい、それで終わってしまう。うん、アウトになってしまう。うん、うん、ボンダってのは前に飛ぶことやなって。うん。だから前に飛べば、エラーもあるし、何が起こるかわからないんだから、はい、もうちょっとこう、しつこいバッターになれよっていう意味だと思うんですよ。なるほど。うん。<ー>それを初めてね、言われました。ああ。その時。あの、よく放送なんかでも言いますけど、はい、あの、 なんて言うんでしょう。初回戦闘打者ホームランって実はピッチャーってそんなに、あの、えー、ダメージないんですよと。そうですね。ね。あの、特に星野さんもピッチャー出身の監督さんですから、その辺の自分が投げるという上で嫌な一番バッターになれっていう。そうですね。 ことだったんですか、ね、まあ、ホームラン打つのももう結構なことなんだけども、うん、やはり勝負強い、しぶとい、はい、こう、相手が嫌なっていうようなバッターになれということうそれで僕のバッティング変わっていったんですよ。<ー>だんだん。ええーまあ。ホームランやめたわけじゃないんですけども、えー、少しずつこう、まあ反対方向にもっていう意識も出てきて、あえー、まあ、最終的にはちょっとしつこいバッターにはなれたんで、んまあ、そこがまあ、天気といえば天気ですね。 確かに、はい、あの、その翌年なんかも三振の数は本当に減ってますもんね。うん、当てにいったわけじゃないですけどね。まあでも、意識はかなり変わりましたね。あなるほど。うん、やっぱりそういう一言っていうのが、あの、はい、ご自身の野球感というのを変えた。はい、で、やっぱりしつこいバッターになれたという。はい、そうですね。最終的には、まあ、勝負強いだとか、いろんなことをまあ言ってくださる人もいたので、うんはい、そういうバッターになれたきっかけとしては、 まあ、そういう失敗もあって、はい、まあ、星野監督のその一言で変わった。えー、だから、まあ、そういう部分含めても、やっぱり、あ星野監督で良かったなっていうのはありましたね。<laughs> はい。はい、星野千一さんとの思い出。まあ、やっぱり星野監督との思い出ということにね、えー、この時間、ちょっと伺いたいと思いますけどもね。うん、そうですね。まあ、いろんなところで、うん、まあ、星野さんとの、ね、監督との思い出話っていうのは、はい ちょいちょいしてますので、うん、まああんまりしたことがない話ということで、ちょっと考えてみましたら、はいえー、まあ、この88年も、まずまず自分ではやれた年なんですけども、実はつ次の89年が僕キャリアハイなんですよ。この年に、89年26本のホームラン。えー、一番多いホームランですよね。ちょっと勘違いした年でしたけども、 <laughs> 自分自身でね。<laughs> いや、番バッター26本打てば、そはもう勘違いしてもいいですよ、はい、でね。俺、えー、オールスターまで18本打ったんですよ、僕。は<ー>えあ勘違いするん、したんですよ、<laughs> しますよね, <laughs>、はい、ね。まあちょっとそんな思い出もあるんですが。<laughs> はい、で、あのー、ついファストフライだったんですよ。うん、その時にすごく怒られまして、ベンチで。だから、まあ調子に乗るなと。 ホームランを打った次の打席で、そのボンダーが、はい。もう監督としては気に入らなかった。気に入らない。それではあかんと。で、次の打席、ちょっと、まあ反省して、はい。普通に打ったらまたホームランだったんですよ。二本目二本目です。はい。ただまた緩んだんですね、頭の中でね。同じ試合の中で。いや、で、四打席目が回ってくるじゃないですか。また行くでしょ。はこのショートゴロス。また怒られましたね。 あのね、一試合で日本のホームランを打って、なおかつ二度怒られる人って、そうはいないと思う。それも同じことで怒られてるんですもんね。いや、まあ試合は確か勝ったと思いますから、そんなにひどくは怒られてませんけど。いや、もうそれどころかヒーローインタビューでしょ。うまあね。僕、ちょっと半分地元なんで、カラザーなんて。でちょっと気分も良かったんですけど。つい、やっぱちょっと振り回し気味になってることが多くてですね。まあ打順が一番ですから、 まあ僕の持論ですけど、一番バッターって初回だけは一番バッターですけど、試合始まってしまえば一番じゃないって勝手に自分で思ってましたから。 まあ、クリーナップのような気持ちで僕はやってたんですけども。えー、で、特にこの頃って、あの、まゆみやきのぶさんがね、はい、あの、一番バッターで30本打ったのが、そうなんもうあの、85年の優勝の時で,で、ものすごくそれに憧れてましたから、はい、ね。うん,うん。なんとか30本までっていうのもあったんですけど、はいえー、まあ、そういう子をやってる時に、ある試合で、まあ、金沢だったと思うんですけども、はい、その試合も、まあ、ホームランをいきなり先頭で打って、えー 気分良かったんですね。それはいいでしょう。ね。で、まあ、二打席が目が回った時に、ええ、まあ同じようにこう、強引に、またレフトスタンドにね、<laughs> 放り込んでやろうと。もう二打席連発行こうと。っていうような感じで言ったら、もうとんでもないボールを振って。 ちょっとでも、そういうが、納得できない部分もあったんですよ。なんで壊れるんかなっていう。確かにね。俺、日本売ってるんだぜ、みたいなこともあったんですけども。うん、そら、二つに一回は凡退もするわ、と。うん、五割じゃないか、今日は。えー、<laughs> うん。いや、まあ、淡白ですからね、その回ね、バッティングが。<laughs> うん、まあ、ほんと、決して一番バッターっぽくなかったので。ああ<ー>。まあ、それも半分僕、勝手な自分のあれですけども。ええー。まあ、それが俺の魅力なんだと。はい。 勝手に思ってましたので。<ー>うん。まあ、それだから、あの、本州の監督は俺を一番バッターで使ってくれてるんだと、思い込んでましたね。うもうどうか間違うともう、初回戦闘出しホームランもポコポコ打つよという、そういう一番像、はいうん。だと思ってましたから。ね、まあまあ、それは崩し、うん、今でもそう思ってるんですけど。はい、まあ、ある日ですね、そういうことがあって、あのー、インタビュー受け、受けたときに、はい え、ホームラン、あごめんなさい。三振も、やたら三振も多かったんですよ。一応。結局振り回してましたから。だから、三振もボンダム一周だっていうのが、僕はちょっと発言をしてしまってですね。これね、89年に彦野さん、82の三振。どうかすると100に届こうかという。一番でしょダメですよね。多分ダメなんですよ。多分っていうかダメなんですよ。そんなに三振してはいくらなんでも。フォアボールよりも三振の方が多いです。多いでしょ だから、そんなようなことを言ってたら、それをどっかから、まあ、星野監督がお聞きになったみたいで、試合前のウォーミングアップをやってる時にですね、プラッと言ってきてですね、いつもなんか冗談を言ったりして、なんか和ましてくれるんですけど、結構真面目な声で、お前、こんなこと言ってたらしいなと、っていうことを言われて、ちょっとびっくりして、はいって言ったら、あのなって、三振とボンダは違うやろと。 三振っていうのは、やはりもうことが起きないと。それで終わってしまう。アウトになって、はい。うん